やっと休憩か。予定より2時間くらい押してるけど、休憩を取る時間があるってことは順調な方だね。さっき撮ったシーンはただ買い物をするだけの場面だけれど、演出によってかなり印象が変わったな。冒頭では薄暗く陰気な雰囲気に見せていたスーパーを、このシーンでは照明を全て使って明るく描いていた。そうすることで、はじめと出会ったことで変わった克行が前向きになっていることが画面から感じ取れる。こんな風に登場人物の感情の変化を描くなんて、さすがは大原監督だな。この期間中にもっとこういう技術を吸収していきたいけれど。監督、どうかされましたか？え？はい、お願いします。なるほど。当たり前かもしれませんが、撮影現場で見ているのとカメラを通して見るのとではだいぶ雰囲気が違いますね。カットによって視点が違うからでしょうか。視点の使い方、映像は舞台よりも制作側で視点をコントロールしやすいということでしょうか。確かに。むしろもっと具体的なテクニックを教えていただきたいです。僕がやりたいのは誰もが垣根を越えて楽しめるショーです。その夢を実現するためにあらゆる媒体の演出を知りたいと思っています。なので発想や考え方の引き出しはどんな分野のものでも吸収したいと思っています。監督の知っている手法を全て教えてください。ありがとうございます。精一杯学ばせていただきます。こう、すみ様子を見に来たけど、なんだかルイ君、監督さんと仲良くなってるみたい。すっごく順調だね。明日からもみんなのこと応援しに来ちゃおうっと。